あの台が入ってる分ですか。そうです、ね、あでもすごい、いや、その鳥は軽いですね。軽いですね、はい、鳥はね、バランスがいいですし、あそれはもう手間が全く違いますよね。あ、うん、あの四国であのこういうようなあの鳥っていうのはあまりいないですね。サウスルがそうなんですけど、サウスルがね、比較的あのブルーキングの筋なんかこういうようなタイプの、あの、主翼してましたけどね。はい、やっぱり鳥がやっぱりあの、2サイズぐらい大きいです。あ、これ大きい、うん、これ大きいですね。そうですね、あの、僕が使ってる鳥よりでも、やっぱり一番はバランスがね、これいいですよね、この鳥はね。やっぱり地元でね、やっぱりあの残ってるだけに、やっぱり何度も何度もね、悪天とかそういうような時にもあの結果が残ってる鳥なんでね、やっぱこういうような鳥ができるんですね。すごくやっぱりあの鳥は大きいんですけど軽いですから、すごく使いやすいですよね。この母親が295の孫ですね。ああ、そうですか。290の最後の発芽、この鳥の母親が、そうそうそう、なるほどね。猫に食われてしまったんで、これだと思います。大事に飼ってました。まあ、あの鳥も最後はね、廊下で亡くなってしまったんですけど、やはりあの悪天でもあの高温速の展開でもね、やっぱりあの何度のレースでもありとあらゆるあのオールラウンドにやっぱ来る鳥っていうのは、どこかやっぱ日があの出てるとこがありましてね。大体もう鳩っていうのはレースはね、一つ勝てばねもう十分なんですけど、何度も何度も来るっていう鳥はそうあのできないですよね。すごいいい鳥ですね、この鳥もね。あ、そうですか。はい、熊の木もね、これはいいわ。まあ、僕のところにはこんな鳥は一番もおりませんね。これのラインがあの1000キロで総合優勝が2羽。ああ、そうですね、なんか出てますね。 3羽か、はい、3羽出たんですね。これの兄弟の子ですね。これは吉田さんね、あの素晴らしい鳥ですね、この鳥はね。本当にあのバランスもいいね、すごい。やっぱりあのタレバトを見ても本当にね、これ差がしてるようなあの鳥ですよね。はい、肉持ちが全然違いますよね。とにかくあの長距離になるとね、2日目3日目 の、 あの展開になるので、あの次の日にやっぱりね、あの飛べれるだけ の、 あの体力がないとね、またダメですし、そういって初日に長い距離を飛んでくるだけのエネルギーいりますので ね、 そうですね、あの本当にまあ難しいですよね。その中でまた猛禽類との戦いもありますしね。今の本当に長距離の帰ってるあの帰還する鳩っていうのはね、あの20年30年前の鳩と違って本当に難しいですね。この鳥すごい、ね、素晴らしい鳥ですね。はい、種鳩にするときに基準っていうのは何があります？いや、僕はね、あのただ何です、正直言って伊予さんはね、飛んだ鳥の大切にあの種鳩にされてますけど、はい、僕はもう差が一度かけた鳥っても基本的な種鳩にしないんですよね。でも本当はしたいんですけど、やはり、まあ、私、まあ、あの陸上競技の人をしてるんですけど、やはりいい選手に巡られるってことはなかなかないんで、やはりその一羽の誕生でね、瀬戸内若菜もそうでしたけど、まあ、その一羽を88年に稚内出したので、あの記録ができたのと一緒で、やはり何度も何度も使い込みますので、ただ種鳩 の、 基準はやはりあの血統ですね。血統 の、 あのしっかりした鳥、はい、元には戻されるのはやっぱ血統でないとですね、やはりあのいろんな鳥が入りすぎてしまうと、本当にあの何の力か分かりませんのでね。 あ、はい、であとはもうね、体型とか骨格やうのは、これはあの品評会でないんですけど、そこの厩舎で飼って5年飼っとればね、あのおのずと淘汰されますし、そこで残ってる鳥がそこの厩舎でやっぱいい種鳩と思うんですけどね。やっぱり種鳩の基準っていうのは正直分かりません。ただ使い込んで残ればもう種鳩で OK かなと思いますね。ただあの大事なことは、飛んだから言うて優勝鳩を種鳩にしたから言って、それから
出る可能性があるかっていったらまたそれもまた違う要素と思うんですが、うんうんうん、やはりね、持久戦のタレバとしてやはり残ってる鳩っていうのは、うん、まあ合格かな、いくら血統が良かっても、うんうん、バランスがいい鳥でも種ボトル使って持久差で1年使って戻らない鳥はもうやっぱりダメっていうのは判断していかないと、うん、あまりね血統とか鳩に惚れ込んで好みばっかりでいくとねもうね飛ばなくなりますし、そう言いながらやっぱりね、うん、何でもっていうわけにもいかないんで、そこのさじ加減というのは難しいですけどね、私の場合はもうとにかく戻らなかったらもうその秋に種元全部足は切りますので、もう一番素人ができる一番簡単な方法なんですけどね、なかなかね本当にまあ北海道から一話帰りしたら種元にするより次の年にもう一年やってみて、まあ四国でねみんながやってないことをやっぱりやりたいなっていうのが考えなんですけど、まあ今はね本当に吉田さんの場合はこれだけ種場揃ってるんでいいんですけどね、僕なんかはもう全力投球でやらないとね、なかなか対応できませんのでね、それから血統書を見ますとね、はい、電話か、ちょっと待って、はいはい、血統書を見ますと、はい、近親が極端なんですよね。そうですね、あれ親子掛けに兄弟掛け、親子掛け兄弟掛けというような形ですね、いとこ掛けですね、あれなぜかと言いましたら、まあ、オートウィナー自体がですね、もう8.21号で桜花賞1000キロ総合1番から4番まで兄さんが独占戦風速1000メーターで、まあ高速で勝ったんですけど、まあ、それの1番4番が全く同じ系統でね、でそれ の親を調べてみたらですね、親子が兄弟掛けからできてるんですよね。で、まあ、兄さんとも話したんですけど、まあ、兄弟掛けでも、まあ、いいのができるのがあるぞということで、まあ、あんまり意識してなかったんですけど、ただ鳥がもう同じ、ね、鳥ばっかりになるんで意識して兄弟掛けすることないんですけどね、やはり近親にしても今は残るような鳥になってますけどね、はい、ただ本当に大鳥の筋はやっぱり早いですね、早いのとやっぱりもう一つは集団で来る習性がありますね、ですからこうジッパーやっぱりこうトップ集団抜けて1番から10番とか1番から20番ね、全部がもう一度に帰ってくるっていうような習性ありますよね、まあ以前はファンスピタールでこうやってたんですけど、うんうん、1番2番抜けることはあるんですけど、10波とか20波かでね連盟でトップ切って帰ってくるということはもう本当になかったんですけどね、うん、やっぱああいう現象が起きるというのは、うん、やっぱ鳥の血統の力かと思いますけどね、うんまあ、その中でも血統書を調べてみたらもうね近親にはもう全てなってますけどね、まあ、近親っていうかもうその鳥以外もう持久者が今補強に入れてませんので、もうね入れてもう10年近くなるもう以上になりますので、そろそろね輸血っていうのを入れないとやはりもう詰まってしまうかなということでね、やはり今年も素引きしたんですけど、5番子まで素引きしないと110パも20パも取れないんですよね、種元が21ペアなんですけど実際が17ペアですかね、ということはもう卵が1個しか帰らなかったり無精が出たり、まあ、そんなやっぱり近親のやっぱり弊害が出ますけどね、はい、なるほどね、